オナリザは、秋田県大館市オナリ町一丁目11番22号に、ある映画館。オナリザと表記されることもある。1952年、オナリザのコケラ落とし作品、暁の討伐隊の米国版、ポスター1952年、洋画の専門館として開館。オープニング作品は、ゲイリー・クーパー主演の、暁の討伐隊だった。 開館場もない1953年の時点では、大館市内の映画館は、当館と大館劇場、大館銀営劇場の計算館しかなかった。1955年、火災により消失するが、同年に再建される。タイタニックを上映した際には、超満員となった。その他、成人映画などを上映したが、2005年、経営難により閉館する。 閉館5年後の2010年にはアートイベントゼロ立てがオナリザをメイン会場に使用したが、その後は解体されず放置されたままになっていた。しかし2014年、千葉県に本社を置く電気工事会社、日本コンプリート取締役の切り替え、吉則、桂夫妻がオナリザを賃貸契約し、同年7月18日、映画館としては9年ぶりに再開される。 その後は、ひまわり、鉄道院、幸福の黄色いハンカチなどの作品を上映している。2015年6月14日には、柴崎港がカバーアルバム、こう歌う発売記念企画として、オナリザでコンサートを行い、市民150人が招待され大いに賑にわった。また、大館市のローカルアイドルグループ、待ち合わせ八港ガールズは、年に数回ほど、オナリザで公演を行っている。 また、2017年2月頃から、この世界の片隅に、人生フルーツを皮切りに、ミニシアター向け作品を中心とした、新作の上映も行われるようになり、週末祝日中心だった上映日に加え、平日上映も行われるようになった。2019年7月に5周年を迎えようとしていたが10月までに賃貸物件である土地、建物を買い取らなければ、 さらちにされてしまうことになった。自己資金だけでは足りず6月から、クラウドファンディングで募金を募り、プロジェクト達成、土地、建物を買い取り存続が決定した。道の駅での雪を積み上げて作った、スノースクリーンシアターを実施したり、クラウドファンディングで調達したマイクロバスで、映画館への無料送迎を企画したりと、秋田県での映画文化の存続に尽力している。 オナリ座で公演を行うことがある待ち合わせ。ハチ公ガールズ客席は約200席。フィルム映写機での上映を続けている。新作はブルーレイによって行われている。音響は新規にドルビー s r d 6 c h デジタルサウンド。入り口には手書きの絵看板が飾られている。ロビーには 館内の倉庫で発見されたポスターや映写機が展示されている。1953年の映画館、消えた映画館の記憶も参照した。柴崎港、こう歌う2015年6月17日発売、カラフルレコーズ、ビクターエンターテインメント CD、ビルマイナス64,925。ありがとうございます。